石山の森入り口左から2番目の縦札に松戸市第17号特別保全樹林地区指定が表記されている。地図石山の森は千葉県松戸市高谷108にある森林。2002年7月1日に松戸市第17号特別保全樹林地区に指定された。百九十五年に千葉県松戸市高谷にある約点一ヘクタールの屋敷林が 財団法人埼玉県生態系保護協会に寄付された。所有者だった関姉妹の名字を取って関さんの森と名付けられた。平成期に入り、日本各地の屋敷林の多くが相続税の発生のために伐採されている傾向にあり、それを危惧して自然保護の観点から守ることになった。松戸市では1964年に、 都市計画道路3.37号横須鏡路汽線が都市計画決定された。この計画では高谷に積目区間において森林の所在地を通ることになっていたため道路予定地の自然環境保全を求めて地権者側は市に対して森林や周辺の梅林等の景観を保護するトンネル方式の道路を陳情を提案した。 市議会では1976年にトンネル案を採択したものの、財政上の理由から立ち消えとなっていた。しかし、東京周辺の自治体が高規格の道路を整備しつつ、あるのに対し、松戸市を含む東括地域のみが未だに片側一車線の道路網が中心であり、著しい渋滞に見舞われており、過密による事故が多発、地域も停滞している。 このため、一刻も早い道路整備が必要な現状にあった。2008年7月25日、松戸市は3.37号線の整備推進のため、土地収容法に基づく事務手続き開始を発表、翌8月7日には立ち入り調査を行った。2009年2月、松戸市と地権者側は森林を迂回するルートで、 暫定的な指導を建設することで合意し、基本合意書に調印した。当初の直線道路から事実上の計画変更となった。同年9月10日には、基本合意書に基づく新設指導の覚書が取り交わされ、2010年度より工事が着手された。松戸都市計画道路3.37号線及び、松戸市道1地区1086号は、 当初2011年度中の開通を見込んでいたが、埋蔵文化財の調査のために、若干の遅れが生じ、2012年9月28日に、開通の運びとなった。新設指導の計画では、森林は残されるものの、子供広場などは大幅に削られることになり、むつみ梅林は、埋蔵文化財の調査のために伐採されることとなった。また、予定地にかかっていた。 樹齢約200年の健保なシワ率引き広報で移植された。ありがとうございます。